講師の酒井澄子です。私は先天性股関節脱臼症で生まれて、子どもの頃からずっと、体調があまり良くなかったり、速く走れなかったりとずっと悩んで生きてきました。で、その体験が、まあ、今の私を作っていて、皆さんに何か伝えられることがあったらいいなと思って、まあ、作業療法士という資格も持っているので、関節や筋肉のことを通して今回はウォーキングをお伝えしたいと思っています。股関節を鍛えるウォーキング講座ということで、今回はなんと2種類のウォーキング方法をお伝えしようと思っています。ちなみに、股関節というのはすごく実際は動きができるはずの関節なんですが、だいたい6種類のうち4種類ぐらいしか使ってない、まあ4種類ももしかしたら使い切れていないかもしれないので、あえてその6種類を全部使えるような、そんなウォーキング法を、皆さんに今回はお伝えしようと思っています。ちなみに関節の動き方としては、まず足を曲げる屈曲、そして伸ばす伸展と、あとは外側に、広げる外転、そして内側に曲げる方は内転と言います。で、加えて股関節は外旋、内旋という動きができるんですけど、まあ、もちろんそれは肩も、その外旋内旋はできるんですが、その外旋内旋を特に、活かした歩き方を有料講座ではお伝えしたいと思っています。で、私は今まで皆さんのいろんな方とお会いして不思議だったのは、歩いていれば健康ですみたいな方がたまにいらっしゃって、歩くだけではやっぱりその健康になりきれないんではないかと常々疑問に思っていたので、今回の歩き方は皆さんが今まで歩いたこともないような歩き方かもしれませんけれど、どこかでは見たことある歩き方でもあります。それはぜひ講座の中で、こんな歩き方ですというふうにお伝えすれば、あの歩き方っていうのはなんかピンとくる方もいるかもしれないんですけど、普通に生きていればその歩き方はほぼほぼしないと思いますので、その歩き方をするとなんと、筋肉痛が起きます。歩いていてあまり筋肉痛が起きるというイメージはないと思うので、ぜひ講座を、受けた後、どこどこが筋肉痛になりましたという嬉しい報告を皆さんから受けられるように、一緒に筋肉痛も作っていきたいなと思っています。皆さんのご参加をお待ちしています。